1997年9月28日、一つの団体の歴史が幕を下ろした。大仁田厚と団体の存亡をかけて、川崎球場を舞台に戦いを挑んだウイング金村が敗れ、マット界からウイングの名が消滅したのだ。これで宿敵ウイングを倒し、FMW がスーパーインディーの座を確固たるものにしたかのように見えた。しかし、これを機に誰しもが予想しえなかった FMW 史上最大の事件が勃発することとなる。家族を守ったはずの大仁田が FMW を離脱、新団体の旗揚げを表明する。その団体の名は ZEN。 ZEN は大仁田のほかに元ウィングの金村、飛騨、保坂に FMW の黒田哲志郎を加えた5人でスタートする。どこの団体とも戦うフリーな集団をアピール、当面のターゲットを FMW にすると発表した。早くも10月シリーズパワースプラッシュ97から参戦してきた ZEN はFMW マットで猛威を振るう。その勢いはとどまることはなく、このシリーズ中にまずはタッグ、さらに6人タッグと FMW の至宝を強奪した。ZENが参戦してきたことで、当然他の勢力への影響も現れる。ここまで FMW マット最強を誇ったテリー・ファンク率いるファンクマスターズ・オブ・レスリングにも異変が現れた。9月の川崎球場でファンクマスターズ・オブ・レスリングが追放した冬木軍のリーダー冬木行動がテキサス州アマリロに飛び、テリーと会談。いつの間にかファンク軍の日本代理人の座を手に入れ、 FMW にカムバックを果たす。これに激怒した冬木軍以来の大谷久和とミスター雁之助はファンク軍を飛び出し、大仁田と会談の上、ZENに入団することとなる。さらにザ・グラジエーターもファンク軍への不信感から大谷雁之助の後を追い、ZENに走った。グラジ、大谷、雁之助を加え、まさに史上最強の敵になったゼンに押されっぱなしだった FMW だったが、この日、ようやく反撃ののろしをぶち上げた。大仁田からコールを奪う偉業を成した田中は、その勢いで師匠に向かってこう吠えた。田中、田中、田中、どこにいたのか、勝ち上がったです。大仁田を下した田中はパワースプラッシュ97最終戦で全入団後急上昇を続ける黒田とシングル2冠のベルトをかけて激突。試合は白熱の好勝負の末、田中が勝利、見事防衛を果たした。試合後、この一戦を観戦した大仁田から意外な発言が飛び出した。おはようございます。お前と全部気にして、大仁田自身ですからね。おい、何今のマイク、全抜きにしてやりたい、やる、あとベビーフェス拾ってんじゃないの。ちょっと俺たちは全でやってんだよ。全抜きでやる？大仁田個人でやる？冗談じゃねえよ。大仁田の答えに納得がいかない雁之助は、試合後控室で大仁田と睨み合い、金村、飛騨と共に姿を消した。この事件でここまで快進撃を続けてきた全に亀裂が走った。
さらに大家も善が繰り返す乱入行為に反発。新生 FMW 旗揚げの頃のレスリング路線を掲げて FMW へ合流する。そしてここにもう一人、全旗揚げに揺れる男がいる。 FMW 選手会長中川浩二である。大分の復帰を自分の責任と感じた中川は FMW 退団を決意。その旨を会社に伝えると姿を消してしまう。それ以後その行方が全く分からなかった中川がこの日会場に姿を現した。大分さんをリングに上げて頑張ってさせたのは自分です。違うよ。中川さん、頑張ってさ自分でもないもう一回やらせろ。あなたたちのじゃないですか。なぜ善を作ったのか、どうして頑張ってしたのか、どうして善を旗揚げして FMW を潰そうとするのか、あのまま引退していれば大仁田氏は大仁田氏のままで終われたはずです。なのにブーイングを浴びて罵倒されながらリングに上がりたい、嘘つきと呼ばれながらリングに上がる。安易な嘘をつく人は大勢いると思います。でも本気で嘘をつく人がどれほどいますか。本気で本当に考えた嘘の中にこそ真実もあるんじゃないでしょうか。僕たちインディーはいつも試練との戦いです。今の時代ファンの人たちとの戦いでもあります。そのために新生として何ができるのか、どうすればいいのか、FMW は絶対に潰さん、胸いっぱいのプロレス、それは全部大仁田淳の言葉なんです。新生としての言葉ではないんです。決して忘れてはならないことだと思います。でも大仁田淳を超える、そう言っているのに今のままでは、ただ単に大仁田淳の後を追いかけているだけなんです。FMW の中だけでは、所詮内輪の中だけの戦いでしかない。やるかやられるか、潰すか潰されるか、そういう戦いをするために善を作ったんじゃないかと僕は思います。だからこそそういう戦いを乗り切った後に、その後にこそ新生としての新しい声が、言葉が生まれてくるんじゃないですか。コージー、そのためにいろいろ考えました。でも分かりません、未だに分かりません。ただ一つ言えるのは、僕はレスラーとしてやめないで、このリングの中だけしか答えを出すことができません。帰ってこい。だから僕は FMW の人間としてこのリングの中で答えを見つけたいと思います。決意を新たにした中川は
イヤーエンドセンセーション97から再び家族のもとに復帰する。しかし俺たちは FMW です。そして改めてみんなと約束します。俺たちは FMW は絶対に通算。みんな FMW 通算だ。またそれまだ大仁田と同じ言葉を発したハヤブサに激怒。何かを消したかのように家族の輪の中から再び消えていった。気が潰さんのお前ら何も見せるか。こうしてこのスーパーエクストリームレスリングウォーを前に大仁田、グラジ、ガンノスケ、金村、黒田、非道、保坂の7人が前に。一方苦しい戦いを強いられる FMW はハヤブサ、田中、道のくプロレスの新崎人生、大谷、リッキーが中心に現役する。さらにこのシリーズには冬木軍、そして一人きりになったテリーファンクが自信を持って呼んでくる ECW も参戦。風雲急を告げる FMW の新たなる戦いの歴史が今幕を開ける。今最も注目を集める団体である。サブー、サントマンらが繰り広げるエクストリームなファイト、メジャーをも脅かす存在となったこの団体の仕掛け人がこの男である。 That answer is that ECW is a tradition that was started by Terry Funk. And Terry Funk started that tradition not just in the United States but in Japan as well. And that tradition is not just classic wrestling.And that tradition is not just hardcore brawling. And that tradition is not just taking wrestling to the extreme. It's to be the hardest working athlete in the sport today. To make sure that no more ripoffs for the fans. No more fans come to the building and put down their money and say, I shouldn't have spent my dollar or my yen.ECW is a concept taken from what Terry Funk started many, many years ago. And that concept is, if the people pay their yen, their dollar, to see this event, they go home and say, that event was worth more than what I paid for it. I'm happy I spent my money on that event. If I spend 50,000 yen to come to the match, I would have spent 100,000 for that show.ECW is the hardest working crew in the business. For example, Sabu. Sabu wrestles hurt. Sabu wrestles with broken ribs. Sabu wrestles with a broken jaw. Sabu dives through tables. He is suicidal. He is homicidal. He is genocidal. And he defies any man in this sport today to work harder than him. And the only people in this sport todayThat work harder than Sabu cannot be found in WWF, cannot be found in WCW, cannot be found in New Japan or All Japan. The hardest working wrestler in the world today is the embodiment of the concept of ECW. And that is a concept we want to bring to Japan, because in Japan, the people respect
work ethic. The people respect hard work. And the people know, if you work hard for me, I will pay to see you. Thank you very much. の初日となったこの日、 ECW のエグゼクティブプロデューサーポール・E・デンジャラス・リーがリングに上がり、98年に向けてビッグなプランを発表した。
すみません、ありがとうございます。
Ah! Harrison!
続きまして、はやぶさ選手の入場です。この日のセミはハヤブサグラジの一騎打ちのはずだったが、世界ブラスナックルタッグチャンピオンのガンノスケ金村の要求で全日本プロレスの世界最強タッグに参加するも前線虚しく最下位だったハヤブサ人生に対戦を要求し強引に実現した。さらにメインとセミの入れ替えも要求するが、これは認められなかった。
Keep up! Oh!
Come on.
それが答えか。全日本だなんだって言いやがってよ。てめえのとこもな、満足に何もできねえでな。何が全日本だよお前。なんだ全日本かな。お前は有志ですよ俺と。俺と組んでさあ、それで沢さんごとと出てたその時俺とタッグチームを組んだのはお前だな。やっとハヤブサと人生だなあ、インディとなあ、垣根を越えて電流バカを永遠に残すためにゃ、俺らの財産の電流バカをインディに残すためには、あのジャイアント馬場さんが入ればどうなると思う。お前らの永遠のものになるんじゃ。それを分からんでか。お前らそんなことも読めんのか。プロレスなんねえやったんじゃ。分かんねえ。俺らにも考えがあるんだよ。Ha ha!
Jesus! Come on, Terry! Hit it down! Hey, get up!
Come here.
先に先立ちまして、お前らプロレスの味方分かっとんのか、このクソ田舎者ども。それでええやボケ。それでは先に先立ちまして、週刊ゴングル編集部吉川義晴様よりタイトルマッチ宣言です。宣言、ただいまより行われる試合は Thunder Fire!
Come on, get up! Come on! Stop my leg! Come on!4連戦の最終日となったこの日、久々に ECW ウェーブに乗ってインディー王子が帰ってきた。
마세요.
Yeah!
Come on.
本当にあなた FMW 潰せるんですか。無理無理。 FMW 好きでしょ。中川は控室で大仁田と握手、全入団を表明した。これでこの日の事件によって雁之助と金村、木戸が全を離脱、残留したグラジ、黒田、保坂に中川が加わり、大仁田と共に5人で再出発を切ることとなった。勝利を飾り、応援してくれているファンに向かい絶叫したハヤブサ。新たに生まれ変わってからずっと応援してくれ、自分たちを支えてくれたファンに対して感謝の念を惜しまない FMW。 さまざまな事件が起こった97年、激動の年を価値ある勝利で飾った FMW に、果たして98年はどのような運命が待ち受けているのだろうか。